化進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 化楽しいな。はい、種の危険、今日は蜂ということで、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は何について話してくれるんですか？そうね、前回まではダーウィンがこう進化論への反論をこう打ち返していったんだけど、はい、まあ、いよいよ種の起源もラストにこうつながっていくんだけど、ラスト最後の手前のところでこうすごいことが起きてて。すごいことが起きてるんですか？その進化論を使って、はい、生物学のこういろんな分野をこう統合していくというか、進化っていう軸を使って全部こう見直していく。なんかでもどのなんか生物、生態学とか行動学とかなんか、全部がこう進化につながっていくみたいな話は聞いたことある気がします。そうで、生物学って言ってもすごい広いじゃん、はい、こう生態学とかだけじゃなくて、例えば発生学とか形態学とか、まあ、ちょっと軽く紹介するけど、発生学っていうのはなんかこう生き物がね、こう受精して受精卵ができましたよと。で、細胞がこう分裂していって、分裂分裂って繰り返すと、はい、なんか肺発生っていうのかな、はいはいはい、ちっちゃいなんかこうはいはいはいとか言ってその例えば哺乳類だったらね、お腹の中でこう赤ちゃんがこうだんだんと出来上がっていくと、うんうん、まあ卵の生物はね、卵の中で最初は一つの細胞だったのが、うんうん、徐々にこう生き物っぽい形になっていくんだけど、うんうんうん、どういう風にしてそんなことが起きるのかっていうのが、まあ発生学なんだけど、はいはい、これにね、こう進化のこう光を当てた。どうなるかっていうと、まあ、例えばなんだけど、脊椎動物ね、はい、私たち人間というか哺乳類を含めてこう、そう、背骨のある動物をこう見渡すと、はい、肺発生の本当に初期、はい、こう生後何日かって、まだこうちっちゃいね、まあ、細胞はたくさん分裂してこう卵活ですよね、うん、そうそう、始まってんだけど、ごく初期ってなんかこう魚も爬虫類も鳥も哺乳類のそのちっちゃい赤ちゃんの時ってなんかこう似ている格好をしているんだよね。そうなんですか。なんかこう生物の教科書とかに載ってるのかもしれないけど、なんかこう魚をちっちゃくしたような、うんうん、本当にまだ哺乳類の形してないの、うんうん、でその時 の, 形姿っていうのが、はい、魚とか、鳥とか哺乳類で似ている、共通している、うんうんうん、だけどその肺発生が進むと哺乳類は哺乳類になるし、うんうんうん、魚は魚になるんだけど、その極は似ていて、それなぜかっていう話を、うん、でこれ別にね、魚とか哺乳類が個別に生まれたというか、うんうん、神様によって創造されたんであれば、出どころがってことですよ ね、うん、出どころが違ければ、はい、その肺発生のごく初期に似ているこう必然性みたいなのないじゃない。だけどやっぱり進化の過程で祖先は共通していたと、はいはい、ずっと昔の話だけどね、うん、でその頃はこう同じような形していて、それからこう、まあ、何万年ってねかけて、いろんな生物にこう枝分かれしていったんだけど、その肺のこう発生に従って生き物がこうだんだん複雑というか、うん、それぞれの生き物っぽい形になっていったんだけど、うんうん、ごく初期の形は共通してますよねと。おでそれはこうなんていうのかな、進化論のこう暴証なんじゃないかっていうことを、まあ、ダーウィンが言っていて。暴証ってどういう意味ですか？暴証はね、まあこうサポートする一つの証拠、うんね、こうバチッとこうそれがあるから、なんかこう進化論がもう完全に正しいとは言えないけど、うんうんうん、まあ一つの証拠。なるほど。であとは例えば形態学とか、まあ、解剖学とか呼ばれる分野、まあ当時からね、ダーウィンのいた当時からそういった分野があったわけだけども、はい、別に進化関係なくそういった学問があったと、はいはい、でもね、例えばこう、まあ、痕跡器官と呼ばれている、まあ、動物の構造の形の話なんだけど、そのなんか今ある部位がどこから進化したかみたいな話ですか、うん、例えば私たち人間のお尻というか腰にある尾底骨、はい、ね、これは何やっていう話だけど、まあ、なんかお猿さんのね尻尾の
後みたいな話になってるじゃない、はい、でもその猿から人が進化したとか、はいはい、それを前提としてなかったらこれはなんなんやみたいな話じゃない。そうですね。でその自然淘汰ってねすごいなんかこう厳密なプロセスなんで無駄な構造こう動物の無駄な構造ってどん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 なくなっていくと、うんうん、だからこうね人間に尻尾がいらないんだとしたら、はい、そういったあの尻尾ってこうね今我々にはないんだけども、はい、ちょっとこう尾てい骨という形で、はい、残っているわけでまあここまでいくとまあ生存に有利でも不利でもなくなっちゃってんのかなっていう感じなるほど。なんか尾てい骨があってなんか困ったことある？僕ですか、うん、僕は陸上部だったんですけど腹筋するときに下が硬いとちょっとやっぱいらんなみたいな思ったりします。俺もそう同じ先生もなんか本で書いてましたよね。そうだね。でも逆に言うともうそんくらいじゃない。ちょっと特殊な状況というか、そうですね、普通の人間の生活をしていればまあ有利でも不利でもないんでこう残っているかなくらい、タオル下に引いたら全然筋トレできるんでそうそうそう、はい、まあ、あとは例えばなんかねまあ、あの種の起源に書いてある話ではないけど、はい、クジラって哺乳類じゃない。哺乳類です。海の中にいるね。イルカもそうです。でこうヒレであのあってこう泳いでるわけだけど、はい、昔はこう4本の足があった哺乳類から進化したと。でもこう今は足っていらないからないんだけど、うんうん、なんかねこう後ろ足に該当する、うんうん、なんかこう太ももくらいの、うん、ちっあの骨のなんていうかそういう痕跡っていうのかな、はい、なんかクジラの体の中に骨があるらしい。へで足の構造はないんだけど骨がちょろっとまだ残っていて、うんうん、それなんでやみたいな話になるじゃん、うん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 、でもこう陸上のね別の哺乳類から進化して海にこう入っていって、そうですよね、クジラってこう、ね、海から哺乳類が出てでさらにその陸上の哺乳類がまたこう海に戻ってきたっていうやつですね、うん、確かね、多分ね、おもろいやつ。だからそういう進化を考えればこういった形態もうまく説明できるんじゃないかっていう例をダーウィンはたくさん出しています。なるほど。でちょっと今日はあの、まあ、前置きが長かったんだけどちょっと詳しく、説明したい考えたいのが、はい、まあ、生物学の中でも生物地理と呼ばれる、まあ、一つの分野なんだけど、生物地理、まあ、生き物の分布に関する、研究、うん、まあ、これもダーウィンとかウォレスが、まあ、作った分野なんだけど、まあ、生態学の一つのテーマと言ってもいいんだけども、うんうん、まあ、生き物の分布がどうやって決まってますかみたいな研究、うんうん、でその神様がね生き物をこう個別に作ったんであれば、うん、じゃあどこにその生物が生息しているか分布しているかって、うんうん、なんかこう問いにもならないじゃない。なんかどこでもいいじゃない、うん、なんかこう説明がいらないというか、まあ、そうですね、神様が気まぐれであれはあそこはあれでみたいな、あれはどれでみたいな、だから特になんかこう研究の対象にも多分ならなかったんだと思うけど、ああ当時ってことですか。当時はね、ああ、はいはい、でもダーウィンとウォレスは進化論っていうのをこう考えついたと、うん、でダーウィンによるとどういうところで新しい種類ができやすいかっていうと、うん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 、やっぱりこうその生き物の数が多い場所、うん、個体数が多いとそれだけいろんなバリエーションもあると、うんうん、で競争も激しくなるから、競争をこう避けるようにいろんな環境に進出していって、その結果そういうことが何万年も続くと、うんうん、もともといた種類がこういろんな種類にこう分かれていきますよと、うん、まあ、そういったなんていうかな分布の中心というか、はい、種が分かれるその中心地みたいのがあって、はいはい、で新しい種類ができたらその後はこう分散っていうの、まあ移動っていうのかな、うんうん、生き物がこうじわじわと分布をこう広げていって、うんうん、まあ、今ある、生息地というか分布範囲に収まってますよねと、はい、まあ、そういう説明をしていて、はい、で特に面白いのが、まあ、島の話なんだけどね。あ、島固有のっていう。そうだよね。で特にあのガラパゴスとかまた、分かりやすいんでね、あの例として挙げたいんだけど、はい、海洋島っていうですね、海洋島、まあ、いわゆるガラパゴスってどういうふうに島ができたかっていうと、はい、海底火山が、はいはい、噴火して、まあ、こう盛り上がっていって、ホットスポット的なやつですか。そうだよね。でこう海の上にこう、
火山が出てきて、はい、新しい島が出てきましたよと、うんうん、で特徴としてはその大陸につながったことがないと、うんうんうん、一度も海の中から出てきて、はい、そういう島を海洋島、はいはい、海洋の島って言って、例えば日本の本州とかだと日本海がこう陸続きだった時代がね昔はあったわけ、うん、まあ、沖縄とかもそうなんだけど、はい、沖縄と本州ってつながってたし、あ、そうなんです、北海道とかその中国大陸が何万年か前は陸続きだったわけ、うんうん、だからこう中国大陸に行った生物がその時ね、まあ、歩いてこう渡ってきて今の日本にこう分布している生物がいますよねみたいな話なんだけど、はいはい、ガラパゴスとかあとハワイとか日本でいうと小笠原諸島とかそうなんだけど、うん、海底から火山がポコって出てきましたよと、はい、でそこに生物が、まあ、今となっては分布してるんだけど、どういうふうにして分布してるかというと、どっかからまあ飛んだりしてきてやってきましたよと、まあそういう話だよね、はい、でこれはその生き物のその種の分化とかその分散を考えると、今の現状の島の生物のこう分布をこううまく説明できそうだと、うんうん、でさっき純喜が言った固有種っていうのかな、はい、例えばフィンチだったら南米大陸から祖先がガラパゴス諸島に飛んできましたよと、飛んできましたと、うん、でも一種類ね、うんうん、飛んできたのは一種類なんだけど、その後ガラパゴス諸島で何十種類も、うんうん、まあ、10種類以上こう種が分かれていきましたよみたいなプロセスなんだけど、はい、逆にそういう島って分布していない動物って結構いる。どういうことですか、分布していない動物。海洋島にいない生物、うん、あ、ほ、そのでっかい本土にはいるけどみたいな、うん、そう、大陸にはいるけど、はい、離れた島にはいない生物っていうのが結構特徴的で、あ、まあ、例えば代表的なのがあの両生類、カエルとか、はい、イモリとかいないんだよね。分散能力がないからです。そうだね、飛んでこれない。特にあとは海が、塩水がきついと、ちょっと苦手やわみたいな、うん、まあそうですね、まあそうだよね、淡水ね、あの塩水じゃないところにはこうオタマジャクシとかね、カエルとかイモリって生息できるけど、はいはい、まあどうにかこうにかして海を渡ってこないといけないと。そうですね、でまあ飛べないんでこう流れ着くというかね、大陸から島に行かないといけないんだけど、まあオタマジャクシが流れ着くことはないと思う、だきつい、誰かがペットボトルの中に入れたらこうワンチャンあるかもしれないですけどそうそう、でだからハワイとかにもその元々住んでいるカエルとかいないのね、うんうんうん、あと哺乳類とかあんまりいないわけ。イタチみたいな種類もああいう島にはたどり着けてないと。海洋島にはいない、いないね。逆に哺乳類の中で唯一そういう島にいるのは、はい、コウモリですか。ああ、そうそうそう、イエーイまあ飛んでこれるからね。そうですね、小笠原には小笠原大コウモリみたいな、あ、確かにいたりして、はい、まあそれは飛んでこれるからそういう島にたどり着きましたよと。あれですよね、その飛べない鳥っていうのは飛んできて、で島入って天敵いないから跳ねなくなって、跳ねなくなったというか、まあ、飛べなくなったんで、まあ、飛べない鳥がまあ来たというわけではないということです。そうだね、うん、そういうのも種の起源に書いてある。ああ、おもろいですね、こういう話、うん、そうそうそう飛ぶのも大変だから飛ぶ必要が、はい、特にあのそういった島ってさっき言ったけど哺乳類ね、猫とかいないから、天敵いない、鳥の天敵いないから飛んで逃げる必要がないと、はい、だからそういう飛ぶ能力をこうなくすような進化が起こったみたいなことも書いてあって、でその神様がねその生き物を作ったとしたら、はい、そういった島にカエルとか、哺乳類が分布していない理由も特にないじゃない。お、ね、であとはその、まあ、神様関係なくそのなんていうのかな、カエルがその島にこう生息するのが適していないと、うん、環境がカエルにとって良くないから、はい、いないわけではないんだ。うん、どういうことですか。その例えばね、今ハワイとかに行くと、はい、カエルいるんだよね。おうおう、でそれは外来種なの、はい、最近になってなんかコキコキっていう鳴き声のコキフロッグっていうのがたくさんいるんだけど、はい、でいっぱいいるのよ、ハワイに。だそれはそのハワイのその環境がカエルにとって不適だから分布していないんじゃなくて、はい、単純にこう渡れなかった、あ、塩水がきついから渡れなかったってことで、はい、
やっぱりその分散移動できるかどうかがそういった生き物の分布を考える上で重要ですよと、うんうん、まあ、とはいえ分散を考えてもね、はい、ちょっと理解が難しい現象とかもあるのよ。あるんですか。例えばあの両生類がね塩水にこう弱いって言ったけど、はい、小笠原もハワイもガラパゴスも、はい、カタツムリめっちゃいるのよ固有の。ああ島のカタツムリですか。 その島にしかいないカタツムリっていうのがいて、あその島にしかいないカタツムリがいるんです、うんうん、でどうやってこう渡ってきたんやと。なんかいますよね、こう鳥に食べられて、うん、そのままみたいなやつが日本にもなんかいた気がしますね。そうそう僕そういう話をじゃあ今からしようと思うんだけど、はい、ダーウィンもそういうことを疑問に思って、はい、で今度はねこういろんな実験をしだすの。でこれはまあ主にこう植物をねこう対象にしてんだけど、植物もこう島にたくさん生えてるんだけど、はい、そのガラパゴスにしかいない植物とか、はい、ハワイとかね、まあ、今となってはまあ小笠原にも小笠原にしかいない植物がたくさんあるんだけど、はい、どうやってこう渡ってきたのかと。でそのねそのまあ種がこうドンブラコってね海にこう流されてたどり着いたんだろうと。はい、ダーウィン考えてこう種をねこう塩水にこう海の水につけて何日間もつけて、でその後こう普通に土に埋めて発芽できるかどうか、発芽の能力を試したってことです。そういうのをいろんな種類で試していって、結構水に浸かっても海水に浸かってもまだこう生きてるやんみたいな確かめていって、でも友達からツッコミが入って、でもこう沈んだら意味ないでしょと、お、はいはい、浮いてなきゃ意味ないでしょみたいな感じで言われて、で今度はこう何日間浮くかみたいなそういう実験をして、はい、で種は沈むけど例えば豆みたいなねこう鞘にくるまっている状態だとこう何日もこう浮いていて、はい、まあ、何日浮くかこう計測したりして、うんうんうん、で当時ねその、まあ、生物学じゃないんだけどその海のこの海流の速さ、はい、速度みたいのが、まあ、大体分かっていたらしくて、うんうん、でこの種が何日浮くと、うんうん、で海流が1日何キロメートルとこう海の水がね流されるか、うん、でそれ掛け算したら距離が出るやん、はいはい、でこう割り出せるわけですね。そうそうそう、確実に届くかどうかみたいな。そうそう、でこの大陸からそのある島までの距離がこんだけだったんで、あこれ無理じゃないよねみたいな、うんうん、計算していて、はい、まあよくやるなと思ってであとはそのまあ純金はさっき言ったけどその例えば鳥ね、カモとか、はい、泥このねなんかこう池とかにいる鳥たちのこう足を見ると泥がついていると。ほうほう、であ、はいはいはい、そこにこう植物の種子がついたりして、でそれをあの撒くと種が出てきましたよとか、ほうほうほう、あとは鳥の糞から植物の種をこう、ま、混ざっていて、でそれを撒いたら種が出ますよとか、あと極めつけがあるんですかこれがすごいなと思うんだけどなんかねこうまあスズメみたいなこうちっちゃい鳥、はい、まあ種を食べるような鳥に、まあそれは死体だろうけど、うん、そのスズメのお腹に植物の種をこう詰め込んだと、うん、こうパッキングして、でそれを動物園にいるフクロウ、まあ肉食の動物鳥だよね、うんうん、フクロウにそのスズメをこう食べさせたと。でもぐもぐで肉食の鳥だからそういうの食べますよと、はい、でそフクロウってなんかねこう餌を食べた後にこう消化できないのをこうペッて吐き出すんだって、そのペリットとかなんか呼ばれるんだけど、へ消化でき、まあ糞じゃなくてこう口から吐き出すと、はいはいはい、あの消化できなかったやつ、はい、でそれを回収してそれをこう土に撒いて、はい、あちゃんと発芽するやんみたいな実験をなんかダーウィンしていたらしくて、思いついてもしないですよ。これすごいでしょっていう。だからあのでそういう実験はあの純喜さっき知ってるって言ってたけど、最近もね、まあ、日本で、いろんな実験もあって、はい、例えば、まあ、僕の友達でもあるんだけど、鳥が、ちっちゃいカタツムリって言ってもすごいちっちゃい種類、数ミリのね種類がいて、それを食べると、でこう糞をすると鳥が、でもその糞の中にカタツムリがまだいて、はい、しかも生き残ってるよみたいな実験があったり、
ただ糞の場合ね、結構こう消化っていうのかな、食べてから糞出すまで結構早いらしい、鳥って数時間、うん、だから長い距離をこう鳥がねフライトしてる間にまあ出ちゃうんで、あんまり長距離移動は難しいかもしれないけど、そうなんや、ただね、例えば小笠原とかガラパゴスのその島間の移動だったらそういうのでも全然普通に移動できそうだねとか、うんうん、まああとは例えばね七節が、おあとね鳥が七節を食べましたと、で七節のお腹の中に卵っていうのがあるんだけど、はい、まあちょっと固い卵なんだよね七節の卵って、はい、でそれが消化されずに鳥の糞に出てきましたよと、でその七節の卵が孵化しますよ、で七節ってねあの枝みたいな形してるから飛べない種類が多いよね、はい、でも鳥に食べられてこう飛べちゃうみたいな、はい、これ大学入ってちょっと思ったんですけど、やっぱこの、うん、何カタツムリだったりとか、まあ、七節だったりとか、うん、まあ、基本的にもう移動スピードがもう遅いじゃない、飛ぶ飛ばん以前にも遅いじゃないですか、はい、そういうのがちょっと話変わるんですけど、その広い分布域を持っているみたいな、うん、そういう話ってやっぱ面白いですよね、うん、っていう、そうだよね、だから本当まさにねダーウィンが不思議に思ったようなことがね、はい、そういうことで、まあ、今も、そういった研究が続いているっていうことで、うん、おもろいですからね、やっぱ、まあ、その種の起源のね続きを現代の生態学者もやっているということもできるし、なんかなんかこう大体のアイディアはもうダーウィンが出しちゃってるみたいなすごいなって、ね、あすごいですね、うん、そんな感じでもういろんな進化を考えればもういろんなこと分かりますよねっていうのを最後にこう説明していくと、まあそんな感じで、なるほど、今回は、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。